不動亭村でございます。はい、というわけで寒いですね。そして遠いね。どうですかここは。今回は、はい、群馬県にございます。群馬県遠い。ホテル、はい、藤原号に来ております。藤原号もなんか聞いたことあるね。あのたくさんのコメントでそれでかしてくださいと。あの字書くやつね。あの字書くやつ。聞いたことありますけれど、本日はやってきております。はい、来ました。でここは一体どういうあれが言われがあるんでしょうか。ホテル藤原号。ホテル藤原号は群馬県の最強心霊スポットとして有名な廃ホテルです。2007年に業績不振からの経営難で閉業後、心霊スポット等の噂が立ち、2014年には浮遊霊の巣窟等としてテレビ番組で取り上げられたことから荒れた状態となり、多くの窓ガラスは損壊、無数の落書きが見られる状態となっています。噂されている現象としましては、足音が聞こえる、誰もいないはずなのに人の気配がする、人影が見える、写真を撮ろうとするとカメラが故障する、電子機器の電源が入らなくなる、心霊写真が撮れるなどがあります。外見はただの3階建てのホテルですが、内部は増改築を繰り返し、とても複雑な構造になっております。方向音痴な人だと迷子になってしまいやすいそうです。ということは特に事故があったとか。ああ、まあどなたかが亡くなられたとかそんなのはないみたいではない感じ。肝試しスポットとしてこう足音聞こえたりとかっていうようなのはあるみたいですね。レベル、あ、じゃあ曰くらしい曰くはないのかな。言ってきたらいいやん。じゃあ、あなた方で、え、肝試しって言って行きます行きます行きます。え、じゃあ行きます行きましょう。ちょっと待って、どういうことですか。何言ってるんですかって言えるところですトレーダーかですよ。トレーダーかーと言いたいところなんですが、はい、この空気はあのね、呼ばれてるんで行きます。ん、呼ばれてる、はい、そこでしょ。もうこの裏ですね、はい、呼ばれてるんですよ。呼ばれてるって何ですか。だから、まあ、テイソンが来てるんだなということを感づいた方がいらっしゃるんでしょう。え、ということじゃあ藤原号の中にはい、あ、いるわ。これ見て気づかなかった。もうすでに持ってるの。すでに持ってるの気づかなかった。仕事道具。今回ちょっとあのだから本気ですよ。いや、なぎさんの方から、はい、言われがあんまりないって話は聞いてたんで、はい、ものすごく安心してました。甘い。言うてるじゃないですか。いつも気を抜かずに初心で行こうってね。それでは、群馬県藤原号、ね、早速検証行ってみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。怪奇の間、はい、到着しました、はい、だいぶ広いね。広いですね。これどうします。どっから行きましょうか。カメラに映ってないんですけど、はい、そこの扉が開いてるので、そこからお邪魔しましょうかね。はいはいはい。で、こっちですね。3階あるっていうことやけど、え、どっから。あ、こっちから行きます。そうだ、じゃあ3階行きますね。今、まだその打ち合わせをしてる場合やね。シンくん、シンさん、シン、はい、ん、戻ってきて。会話を聞いてないな。はいはいはい。何階から行くかを今話してるから。あ、了解です。すみません。言えてなかったです。もう一回。はい。これじゃあどうしよう。3階あるんかな。やったらどっから。なんか地下もあるって話なんで、はいはい、上下にばらけるのもちょっと今回は、それは、うん、やめた方がいいと思う。どうかなと思うんじゃ、うんうん、上に先
はいはいはい、最上階まで上がってしまって、そこから全員で降りてくるという形を取りましょうかね。今一番上からね、はい、足元ガラスあります、はい、みたいな感じだね。こっちに階段ありますね。上上がりますね。はいはい、行きましょう。なるほど。おお。テイソンの嫌いな雰囲気の場所が。嫌いな雰囲気。うん。うわ、人の念てんこ盛りの人の念、そうそうそう、あの亡くなった方じゃなくて生きてる方てんの念のてんこ盛りの場所ですね、ここは。でこんなことなってる、負担がすごいね。こっちの布団結構ありますね。入れないですね、こっちは。うん、危ないからやめた方がいいかも。崩れてきたら危ないよね。はい、うん、あっちから回れますね。ちょっと行ってきます。うわ、ここも座布団がなんかこっち気になるんだよな。吹いてる。マジか。映ってないかな今。映ってないかな今。先生。はいはい。こっちなんですけど、うん、今で風がビュッて吹いて、あ、もうで、オーブ的なものがバッと、このライトで開いてるはずなんですけど、こっちです、こっちです。なんか初めて見てしまって。どこ？すごい。こっちに照らしていったらですね、うん、ここでもう、うん、四角入っちゃったんですよ。あ、そう。ああ、認証、顔認証ね。はい。こういう、だから基本的に袋小路みたいになってるとこってやっぱり、うん、保っちゃう傾向にはあるから、まあそんなの飛んでても不思議ではないかな。あ、気持ち悪い。なんか胃の中気持ち悪いですね、うん、触られてる感じします。だから、まあ、噂されるだけのことあるかなと、うん、いうことはあるけど、ただまあ問題はここじゃないな。違うんですか。また別。まだもっときつなるんですか。なります。ちょっと涙々ですよ。行きます。どんどん行きましょう。はい、見て、はしごがあるの。ライターに言われましたけど、はしごがあるよ。これ上なんかあるんですよ。はしごがあるよ。もうそのための、はい、忍びとして、そう、そのためのあなたですよ。めっちゃ怖いやんこれ。
何これ何これ何これ、いや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 、ここなんすか、何何何何、めちゃめちゃええ顔してる、どういうこと、ええ顔してる、ええ顔してるっすよ、何これ、じゃあほんとなんかもう登ってしまおう、何言ってんのあの子一体おかしなってもうたんちゃいます、なんここだけめっちゃぬくいっすけど、それ何ですかね、しんくんが、うん、ここだけめっちゃぬくいですって言ってます、うん、言ってますねこれあかんやつじゃないですか、うん、溜まってる感じかな、しんくん早く降りてきた方がいいかもしれへんよ、も戻るか、戻ろう、よっよっ、やっぱ忍者ソード、忍者ソードか、忍者ソード、今日はそれいらんよすいません、あ、引っかかってるんや、戻ります、忍者ソードが、あ、はい、車に置いてこへんかだから置いてこいっつったのに、はい、すいません、めっちゃ怒られてる、めっちゃ怒られてる、まあ、ここも嫌やな、先生これ、うん、ちょっと照明落としてもらっていいですか、うん、結構ちょっとチーっぽくないですか、なんか行こっか、次の部屋、次の部屋、どんどん入っていいですか、こっちは室です、なんか開けるの、急須とかめちゃめちゃ綺麗に残ってるもんね、これ。やってもだ。もうジンバルがこんな状態や。ほら。どういうことですか。ここだってほらさっきの曰くで電子機器が全部やられるっていう。ああ。ね。のがあったから、まあそういうことでしょう。いや、こっち向いてますからね。え？戦闘機っております、これけどすごいすごいです、これをね呼ばれてる状態って言うんですよ、先生これ温度ちゃいます、ん、温度ちゃいます、あ、ほんまや、めっちゃぬくいっす、うわ、なんやここ、うわ、最悪、え、どういうことですか、最悪、いや、何でもないです、どうぞ、行ってください、はい何もないですよ、嘘でしょ、え、何もないですよ、嘘でしょ、今のね、シン君、大丈夫、行きましょう、え、これ、何ですか、グロリですか、これ、すごいな、何ここ、めっちゃ思いが残ってる、ここ思念ってやつ、あ、そうそう、思念ってやつ、ここえぐいわ、重っ、そっちの部屋気になるっすね、こっち、はい、なんか音した、ん、なんか痛い右の頭痛いっすね、で先生ここが本丸ではないんですか、ではないですね、ではない、まだあるんですか、まだあります、キッチンかな、あ、厨房ですね、うん、あ、エレベーターあるわ、あの、あれ、あれ運ぶやつ、お食事運ぶやつ、うん、まあここは特にないかな、え、結構でも雰囲気がすごいですね、うん、まあまあ気も試しって言うたらまあこういう感じでしょう、
開いていないテーブル故障。開いていないテーブル故障。あ、封切ってない、うん、そう、封が切ってないだけ。あれ、芯どこ行ったの。まだ使えるってことですか。使えないでしょ。あそこの中よかった。写真とかも落ちてるね、これ。写真が落ちてる、うん。入隊式、あ、戦争時分の、戦争時分、うん、のアルバムやね。なんかやらここだけぐっちゃぐちゃ。うん、やばいっすか。シンク見て。え、なんか全然違いません、ここ。うん、胸悪いっすわ。どうせでも畳抜けてるもん。先生が OK って、うん、いや、畳抜けてるで、行かれへんで。行けないっすか。ここまで行けますよ、3のところまで。これ天井抜けてますね。ここ一番ひどくない？また違うパターンですか？何ですか？何ここ、火事？なんかそんな感じ？いや違う、違うな、カビやな。カビやな。カビけど、なんでここだけ？うわ、天井も。あ、でもね、ここ、これなんやろ。うわ、こっち、そこも畳やばいですよね。あ、魔除けが置いてあんのか、ほんでか。魔除け、うん、なんかすごい雰囲気やのにここ大丈夫やなと思ったの、多分これがあったからかな。なんかここだけすごい力あるなと思ったら、なんかこの前、え、この前受けなの？え、前受けて書いてるじゃん。あ、お前ボンチも、うん、それでも先生気持ち悪いですよ。これなかったらもっと気持ち悪いですよ。どっかで入ってきていいですか？どっか遠いところにしてね。遠いところ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願い申し上げます。